躍で妖姬玉物前は摂政席に封じられた。しかし封印は完全なものではなく、いずれ玉物前を完全に封印するには心境の世界に閉じ込めるしかない。しかし玉物前の手にあったならば、心境が割れる前の過去へと戻り、今度こそ玉物前を完全に戻る先は、心境の世界で苦い思いをした寛寧、武田信玄、綾御前の過去と。ここは間違いねえ。あの女とダッキー、玉物前はどこかに潜んでおるんだろう。今回はダッキーに惑わされず。さあ、そういえばこの時剣心をはじめ多くの心境を奪えば彼らを救えますか。ええ、心境さえ手元にあれば。なら安心じゃな。遠慮なく玉物前を倒しちゃおう。友との共闘胸。ならば伏兵をもっと増やしちゃおうかね。ダッキーを叩けば、あとは玉物前だけだ。目の前の砦から行くぜ。俺が行くぜ。砦を制圧しました。我らはここに潜み、火の到来を待ちましょう。砦は制圧して、では我々は姿を隠すぞ。砦の冷める戦ぶり見事。参りましょう。俺が行くぜ。行くかね。捕まったり。そりゃ、そりゃ、いい感じ。もっと奥まで誘い込んであげる。ダッキーらしきものを発見しました。南東砦内に隠れている模様。さて、この砦を落とせば準備完了ですかね。地獄に存ずる。はい、皆さん、出番です。身残らず捕まえちゃって。バカなやつから、貴様ら全てここで粉砕してくれる。バカでも熱してくれる。
りましょう。やっ、この軍略は神のごとし、いえいえ、決してお世辞じゃありませんで。さすがです、お立場にふさわしいご活躍でした。どうし、この無敵の体に挑もうてか。最強じゃの。清盛さんほど強くないか。おお、感服つかまつったり。至極に存ずる。愚かしきかな、わらわと争おうなどと、口
しや、わらわが人の子なぞに。わらわの負け、これはそなたらに。わしらが預かるよ。危ねえ。その手は二度と食わねえぜ。いなくなっちゃったかね。これは私の軍略、今日もさ表面にひびが入っています。心境とは。いえ、違います。この状態では鏡の亀裂、それは鏡の世界、玉物舞をこの心境に閉じ込めたとしてもすぐ抜け出されてしまう。心境の世界で感じた不完全さ、その原因はこのひびだった。ね、これからどうする。まさか割れる前の心境がある過去まで戻ってはどうかね。そのためには心境が割れた時を特定する必要がござ、玉物前なら知っておるかの。皆で心境の中に閉じ込められた方々は、私がそれぞれの領地まで、その時皆さんにも事情を説明し、玉物前捜索への面倒だが、ほっとくわけにもいかねえしな。こいつをどよかったら。おう、おうさすが。おう、うまくいった。おう、